はい、どうもこんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ一応、なんだろうな、まあ特定して、まあレイチ、なんかいろいろあったんだけど、まあパーティー会場にとりあえずネイさんはいないってことで、けどなんかネイさんからなんか証拠消してやるっていうメールが来たから、こうマックスとクロエでやべやべ、死体がどっか行くっつってさ、俺たちは向かったんだけど、そこにね、姉さんいなくてっていうかまあ まあ死体は無事だったんだけど、姉さんじゃなくて先生にやられちゃうっていう。もう俺もちょっと怪しいなと思ってたけど、先生が実は黒幕だったパーティーンで、今ね、お今、見てこれ。ナイス。何をしやがる。人の話を聞かないクズが。俺はもう変態なんだよ。だからこそ僕の授業に隠されたヒントにも気づかないんだよ。もう変態なんだよ、先生。だが努力は認めよう。それに今まで見てきた中でここ数日の君はまるで人が変わったように勇敢だった。やばいな、変態じゃん。徒労ではあったがね、僕に資格ない。やばい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 。戻された。せっかく写真で戻ったのに。何これ。あ、歴史が変わるのか、これで。あ、そっかそっか、蹴り飛ばしてから歴史が変わったんだ。どうなるんだ。ひどい。こんなことされてたなんて最低だよ。あ、これで別の写真があるぞ。おいおい、マックス。ビクトリー生きてるか、お前。カメラあるよ。増えてる。めちゃくちゃ増えてんじゃん。ビクトリー生きてる。ビクトリア。ビクトリア、ビクトリア、聞こえる。私、マックスだよ。生きた。ああ、目覚ました。ここどこなの？どうなってるの？話す順番間違えたかも。薬を注射されたみたい。ケイトの時と同じ。何か思い出せる？でも俺監視されてるんでしマジょ。か。マックスが姉さんに気をつけろって言うから、ジェファソン先生に助けを求めて、あー、もうごそしてめんっ薬をて。取り始めて、あとは何も覚えてない。手が動かせない。お願い助けて。俺これも。までのことは謝るから。私たちはマーク・ジェファソンに誘拐されたの。姉さんもあいつに利用されてる。ジェファソンが戻ってくる前にここを脱出しないと。嘘でしょ。やだ、大丈夫大丈夫私死にたく大丈夫、ない。俺がなんか特殊能力持ってるから。こんな死に方嫌。うん、まだ18歳なのに。大人びてんな、お前。大人びてると言うべきか。考えがあるから静かにして。ちゃんと聞いて。考えがあるの。本当に。どんな？私、怖い。私も。でも、マックス、こう冷なって静るだ暇な、はおないの。前。やるね。戦わなきゃ。今ええー、すみんぐ、な救いたい自分な。の腕も動かせないのに、どうやって戦えっていうの。あ、でもあれジェじゃファない？ソンの好きにはさせない。とにかく、これ気さ。を強く持って、協力してほしいの。意識があるうちに動かなきいゃ。や、これでも救まえるとた思うんだよな、薬を黒打いたれたらも。全部忘れちゃケイう。トケイトもも。本当のこと言ってるって。本当は分かってたのに。助けるどころか傷つけて。だから罰が当たったんだ。後で後悔しろ、私もいる。私もいるから。ね、こんなの信じられない。ジェファソンが私たちをこんな目に。大丈夫。なんとマかックするスから。強。マックス強すぎ絶るよ、お対に。前。マックス、ありがとう。マックスかっけえよ、お前。絶対救ってやるからな、お前を。そっか。カートを蹴った時に割れたんだ。これは？ジェファソンがシミのついた写真を許すはずがない。使えるかも。これか。カメラは？この高級カメラで。ジェファソンの顔を殴ってやあ、りたこれでい。この瞬間、ネイサンじゃなくてジェファソンが敵なんだ。この時はちゃんと起きてる。
え、てかその能力使えんならさ、マックスさ、その能力使えんだったらさ、これでなんとか。クロエの未来もさ、お願い、もうちょっと変えれたんじゃないの、微調整して。ダメ、そういうことダメ、そういうことは許さない、マックス。いける。てか何その T シャツ、何そのシャツ、気味悪いんだけど。これは傑作の予感だ。ビクトリアは嫉妬するだろうが、はい、彼女は分かっていないのさ、君と僕との特別な関係をね。もう変態じゃん。コンテストの本当の優勝者は君、君自身だ。変態じゃん。うるさい、意地を張らないで。怖いんだね。最初はみんなあどけない目をして目覚めるんだ。そして徐々に恐怖に染まっていく。変態が、この変態、どうしてこんなことを。怪しいと思ってたけど。どうして。いいやつすぎるもんだって。いい質問だ。学校生活上、僕はただ無垢な心が壊れていく瞬間を捉えたいのさ。黒から白へ、そして灰色へ、そしてついにはその先。やばいな。世間ずれしたプロのモデルではダメなんだ。ブラックウェルのキャンパスで稀に見つかる希望の光をまとった生徒。やばいな。こういう人間がいるっていう、いるっていうことを教えてくれるわ、このゲームは。ありえるもんな。先生はこんな変態いるかもな。怖いな。罪を償ってもらうから。僕は至って正常さ。だからこそここまで来れた。先生、私の持っている能力知らないんじゃないですか。どうでもいいが、僕のモデルになる資格は。このアングル始まるぞ。君のお友達についてももういいだろう。あの手のエセパンク女はシアトルで見飽きていてね。クロエを殺したんだ。クロエは私の親友を殺した。彼女は武器を持っていた。正当防衛。早かったけどな、呪術の。銃をおもちゃにした罰とも言える。めちゃくちゃ早かったぞお前。被写体は状況を一切把握せず無駄に抗わないのが一番いい。無垢なケイトのようにね。アーティスト教え、アーティスト教え、何これ。アーティストは教え子を自殺に追い込んだりしない。そう言って言うんだ。利用して意識のないケイトの写真を撮って、そのせいでケイトは。ああ、僕も実に残念だ。ケイトは強い心の持ち主だった。それを砕くのは何にも変えがたい怪物。やばいな、変の変変変態じゃん。このままでは済まさないから。大大大変態じゃん。幸い君が校長に証言してくれたおかげで、諸悪の根源はネイサンということになっている。感謝しないと。しかし、あ、あそこでさ、じゃあジェファソン先生たちちょっと変わったのかな。おしまいだな。姉さんも同意です。人を利用するなんて、人を利用するなんて許せない。操作したと言ってほしいね。彼は実に扱いやすい。姉さんめちゃくちゃ不遇じゃん。親にも見放されて。僕は姉さんの父親代わりだったのさ。教師と生徒の間にはしばしばそういう信頼が育まれる。現に当初は本当に心温まる関係だったよ。大変態がいるな。兄さんにも計画を全部話したの。バカを言っちゃいけない。彼の耳には必要最低限の情報しか入れていないよ。プレスコット家の金さえ引き出せればよかったんだ。まあまあ利用するにはね、やっぱ金は持ってる人は。薬が手に入ったのも全てそのおかげさ。被写体じゃなくて犠牲者でしょ、レイチェルも。ああ、レイチェル・アンバーは、あれはまさしく悲劇。ちょっと違うのかな。じゃあ未熟な姉さんが投与する薬の量を誤ってね。姉さん、姉さん、姉さん。にゃんちゅうできなかった、ごめん。先生はクロエとレイチェルは違うな。そう言ったら今頃あの世で仲良くやっているさ。そういえば、やばいな。ひどい。やべえやつじゃん。なんで、なんでだと。黙ってろバカ女。すまない。切り替え早すぎるって。まあいい。うん。それにレイチェルはもういない。
どうせ LA に行っても埋もれていたよ。むしろ感謝してもらいたいね。よくもそんなこと。姉さんを殴る友達を止めただけで善人面をするつもりかい？姉さんのことなんてどうでもいいくせに。うるさい、黙れ。あのクソガキはな、レイチェルにのぼせやがって、生意気にも僕の真似事をしようとしたんだ。身の程知らずか。ああ、レイチェルは自分であれなんだ。先生となっているよ。レイチェルの一件で彼を飼い続けるのは危険だと判断した。死体は警察にも見つけられはしない。僕はね、君たちアマチュアとは別次元の存在なんだよ。何言ってるの？そこら中に証拠を残して。え、姉さん殺されたの？全部姉さんのせいにできるとでも思ってるわけ？私がどうなっても先生は絶対地獄に落ちる。え、姉さん殺されたの？お前、クロエとレイチェルと他の犠牲者たちが許さないから。あの瞬間以来？全くよく喋る。だが君は自ら進んで首を突っ込んだおかげで今ここにいる。いや、ここで鹿が助けてくれるから。それに鹿がいるから。モデルとしての役割を果たしてくれたら君の痕跡は完全に消させてもらうさ。怖いよ。写真をプリントしてみよう。急に動くようになった。君のインスタントカメラならこんなことせずともすぐに作品を確認できるのにね。な、この時間。日記には私の写真がたくさんある。なんとか取り戻さなきゃ。ああ、なるほど。追加されるのがセリフが戻りすぎた。では写真をプリントしてみようか。日記には私の写真がたくさんある。ジェファソン、話を聞いて。ジェファソン先生、君と無駄話をしている暇はない。先生お願い。感覚が鈍る前に出来上がった写真をチェックしないと。先生お願い。先生、僕のキャリア史上最高の作品だ。先生お願い。先生、日記。あの、私の日記。大丈夫、誰にも読ませないよ。そう、女子学生の日記ほど。変態じゃん。もういろんな変態が重なってんじゃん。僕の授業中に撮った自撮り、実にもったいないよ。見てごらん、君ならもっといい写真が撮れるはずだ。バカめ。え、てかこの写真はまずくない？この写真で戻るんだったらやばくない？マジで最初からやり直しじゃん。この写真、これを使えば全てが始まった時に戻れる。マジ言ってんの？マックス、やり直すチャンスかもしれない。マックス、マジ言ってんの？まさしく無垢の結晶だ。マックス、本当に言ってんの？お前いいよ、もう一周ぐらいやるよ。俺全然これピント合わせられない。合ってない？合ってない？これダメ？これマックス本当？マックス戻れんの？マックス本当に戻んの？中を暗い部屋に座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではめちゃくちゃな1週間の始まりに。もう誰にもクロエを傷つけさせない。でもこの写真の空間しかさ、あれだよね、確か君たちの世代出られないんだよね。昔からそうだね、自撮りの文化は存在したんだ。呼び方が変わったけど。生きてんじゃん、ケイト。写真やアートの世界。ほらね、言ったじゃん、ほら。ビンゴじゃん、やっぱ。勘が。メールも戻ってる。やばいんだけど。ほら、この、黒いの笑顔。ケイト、違う、ケイトの笑顔。会っていきましょうよ。また。人物の姿を成功させてやるからな、絶対に。極めて重要な要素であり続けてきた。マックス。ついでだから君に聞く。覚えてないよ先生。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は？こんな授業、先生は偽善者です。でもダゲロタイプは変わんないもんな。こんな授業、さあこんな授業聞く意味ないし。グレタ、今のは聞かなかったことにするからもう一度答えてごらん。先生、もう時間がありませんよ。
もうすぐ授業終わりですし。グレタ。ああ、うん、確かにそうだな。まあいいだろう。とにかくダゲレオタイプは銀板写真。まあまあこんだけ周りに生徒いたらまあ本性出せないわな。人物の顔を鮮明に映し出すことができる技法だ。予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。どうなんだろうね。でもマックスは時間がなかったようだな。でもこの範囲から出られないからさ。あんな未来は嫌だ。学校の代表としてサンフランシスコに連れて。まずはジェファソンがすぐに捕まるようにしよう。早く出すよ。すぐ捕まるようにしよう。君もまだ期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しない。ちょっとなんかエモい、エモいわ。デイビッドにジェファソンと暗室のことを言わなきゃ。デイビッド、デイビッドだらけ。デイビッドの番号さえあればジェファソンは。ああ。日記書いててよかったな。そっか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 。このパンフレットデイビッドの番号が記載されてるはず。ちょっと熱い熱い。何この展開。熱っ。あった。本当だ。覚えた？マックス覚えた？なんかメモを取っとこうか。一応全部終わった後もまだ写真を好きでいられるかな。ね、まさか私の自撮りが時空を曲げるきっかけになる。なんかね、写真あれだもんね。デイビッド、今回だけは切れてくれることに期待してるよ。どうなんだろう、どれぐらい未来変わるんだろうこれで。早くあいつを捕まえて。仮にデイビッドが信じたとしてさ。うわー、熱っ。何この展開。何が日常ヒーローコンテストよ。これあれかな、いろんな写真に。サンフランシスコになんか行かせない。こんなやつ刑務所でも贅沢なくらいだよ。これで戻ったら、でもさ、あの部屋地でなくなったことなんじゃないの。過去の中の過去。私の力これ以上持つのかな。そうだよね、確かに。またビクトリア、本当はこんなこと思ってたんだ。携帯の電池が切れて今。ん？私の文才でも見せつけますか。どうして質問に答えなかったの。ダメ人間だから。マーク・ジェファソンは最高、みんな彼に憧れてる。でも彼はマックス氏にしか興味ない。彼女を嫌ったところで相手にされない。あー、最初からマックス狙ってたんだな。ビクトリア、大事なカメラだもんね。待ってて。うわうわうわ、違う。最初にマックスが抱いた印象と違う。おい、ケイト元気かお前。ケイト、うん、マックス。ケイト聞いて。何？その、何があってもケイトは一人じゃないって伝えたくて。そっかそっか。私はいつだって味方だよ。あ、でもあの出来事起こったんだっけ。他にもたくさんの人があなたを大切に思ってる。動画は出てるのか、もう。そのことを忘れないでね。出てないのかな。マックス、今週初めて明るい光が見えた気がする。私なんて言ったら。この一言が欲しかったのか。お前はただハグすればいいんじゃないかな。ケイト、ありがとう。ケイトマックスがいてくれれば安心だよ。ケイト写真撮ろう。ケイト撮れないか、軸歪むもんな。うん。レイチェル、ごめんね。そっか、レイチェルは死んでんのか。そっか。カメラに罪はないけど、ジェファソンが使ってると思うと。一週間前の私は恐る恐る向き合ってた。エモ。写真にも。エモすぎ。写真の境界を超えることはできない。日常ヒーローになるためにもあいつを止めなきゃ。なんかエモいわ、さすがに。アルカディアベイにもまだ美しさは残ってる。なんか持っとこうぜ。灯台が今も呼んでる気がする。あれか、最後こいつ話してあれなのかな。ビクトリア、ビクトリア、そんな奴の隣に立たないで。よくも普通にしてられるね。写真渡す、何これ。正体をバラしてやるから。渡す、何これ渡すって。先生、話があります。ちょっと
割り込まないでくれる？ごめん、でももうそのくらいにしないよ。は？あなた何様？まあまあ。ビクトリアを斜めて。ビクトリアを斜めて。匿名の隠れ蓑を着て、人の動画をネット上にばらまくなんて最低だよ。ビクトリアほど頭が良ければ、あ、これからやることも説得かな。その人の人生が壊れることぐらい想像つくよね。自分がそんなことされたら耐えられる。これからやることも説得か？まさか。いつだって自分自身なんだよ。ビクトリアが本当は心の優しい人だって私は知ってるよ。何？私はエモい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 って自信持ちなよ先生。周りの人マックス先生より自分と同じ高さまで引き上げてあげる方がずっといいよ。マックス先生。ビクトリアならそれができる。何わけわかんないこと言って。エモいエモい。ジェファソン先生、なんとか言ってください。僕はノーコメントだよ。私もう行きます。気をつけてね。マックス、どうしたんだね唐突に。これ日常ヒーローコンテストの課題です。渡すの？ありがとう。いいえ、先生のためじゃないんで。ああ、誰のために？ああ、評価はまた改めてする。戻れるようにしてるってことか。提出してくれて嬉しいよ。この学校にとってもいいことだから。あれかな、戻れるようにするってことかな。恐怖を克服して作品を世に出すことがアーティストとしての第一歩だ。大事なのは無垢であること。ピク。そう思わない？無垢って言葉使うんじゃねえお前。とにかくよかった。金曜日には先生と一緒にサンフランシスコに行けるかもしれないな。てか1週間だったのかよ。うまくいきませんよ。謙遜しなくていい。何が起きても不思議じゃない。てかってことはあれかな、ちょっと苦戦すんのかな。そうかもしれませんね。ちょっとずつしか歴史変わんないのかな。一応通報したけどさ。は？これも変わんの？これは変わんないわな。あ、これも変わんないでしょ。そら。まあ変わんないでしょうよ。まあ。あー、警官。なんでここ、何この写真いるこれ。あ！忍び込んでる警官が。はあ、捕まってる。姉さんも？なんで姉さんも捕まってんの？え？こっ、あ、見つかってる。窓線、主任が動いてくれた。主任が動いてくれたじゃん。あ、日曜ヒーローコンテストか。え、てか普通に捕まったじゃん、じゃあ。先生。ああ、一緒に暮らしてる。一緒に暮らしてんのかな？これどうなんの？え？ああ、そっかそっか。優勝したから行くんだ。LA に。めっちゃ歴史変わったな、てか。めっちゃ歴史変わったじゃん。大丈夫。ここは。飛行機。あ、校長が横にいるのは。今度こそうまくいったよね。絶対他の難題出るって。絶対他の難題が出てくるって。地元の教師逮捕。よかった。ん、マジか、めと親友がスーパーサンドレスすぎる。生きてる。生きてる。クロエ。生きてるんだ。なんならケイトも生きてるよ、マックス。やった。写真で見たもん。みんな救えた。いや違う、絶対。飛行機墜落しない？大丈夫？飛行機墜落しない？飛行機墜落するって、絶対これ墜落するって。いろんな現実の狭間にいて変な感じ。絶対墜落するよこれ飛行機。全てがぼやけて遠くにある。終わんの早すぎるもん最終走。そしたら絶対墜落するよ。アーティストって呼ばれて悪い気はしないな。サンフランなんて呼
ジェファソンとプレスコット家の終わりの始まり。本当だ、ツームダイナー。あ、本当だ。キスアゼルの雪や海岸線のチャギャラクジラなど異常現象が続くアルカイアベイですが、昨晩20時頃月が2つに見えたことで複数の住民への取材で明らかになりました。住民によると2つの月は雲に隠れるまでははっきり、これ関係ないですか隠し部屋とスキャンダル発見。警察はブラックウィルアカデミー警備主任のデイビッド・マダセン氏から提供された情報をもとに、マーク・ジェファソン教員と生徒のネイサン・プレスコットが薬物を使用して若い女性を誘拐し、写真を撮影していた地下室を発見しました。女性たちには薬物以外の暴行を受けた形跡はないものの、この不気味な事件の発覚はアルカディア・ベイの街に衝撃を与えたようです。暗室と呼ばれる最新機材が揃ったスタジオでは、地元の有力な企業家ショーン・プレスコット氏の所有する農場の敷地内にあり、プレスコット氏は現在警察で事情を聞かれているとのことです。でも警察用したかったな。うわぁ、ホットドッグマン超久しぶり。ホットドッグマン、昔クロエといつも見ててゲームもやったな。ホットドッグマン、なんかあの頃は良かった。マスタード乗ってんね、お腹に。使ってみようか。あ、ニュース見れんじゃないの。サンフランシスコまでもうすぐ。絶対落ちるわ。緊張するけどやっぱり楽しみ。絶対墜落するわ。着陸後ゲートに着くまで電子機器のご使用はお控えください。絶対墜落するって。2000%墜落する。2000%です。はい、自信がある。またのご利用をお待ちしております。まったく、こんな狭い座席にずっと座っているくらいなら、いろんな現実の探そうか。ウェルズ校長にはいい息抜きかもね。先生、眠れました？いびきはうるさくなかったかね。かわいい。少しだけ。そいつは申し訳ない。だがジェファソンとプレスコットの件で今週は。あ、そっか、先生も解放されるもんね。君も分かってくれる。プレスコット家からね、いろいろあってね。もちろん分かってます。俺も3往復ぐらいしてるからね。日常ヒーローコンテストで我が校を代表する君に聞かせる話ではなかったかな。私が一緒では楽しめないかもしれないが、先生、サンフランシスコで素晴らしい経験ができるよう願っているよ。校長と飛行機乗るの嫌だな、はい、俺嫌だわ。それはそれで嫌じゃない？空気重すぎない？校長と嫌だ。また鼻血。これ以上負担をかけたら私どうなっちゃうの。マックス？あれ？なんで？なんで？あれ、ちょっと待って、な、把握できない。あれ、ちょっと待って、あの時間はいつだ？さっきの時間はいつだ？あ、そっか。捕まって、ビクトリアと一緒にいたとこから、先生と二人きりになるとこまで戻って、先生と二人きりになった時間から、戻ったのか。さっきの飛行機に乗ってる間が先生と二人きりになってる時間か。で、今から本来マックスがいる時間帯に行くんだ。なるほどね。オッケーオッケー。あ、じゃあ墜落しなかったじゃん。よかったじゃん。ここが本来の時間軸ね。そうか、これが本来の時間か。すげえ。まあ、とりあえず、まあ、多分これセーブされてるから、ここで一旦切ろうか。で、マックスがさ、提出した写真がさ、あれじゃん、このゲームの、なんていうの？題材じゃないけどさ、このゲームを代表って、ん？Life is Strange といえばこの写真みたいな写真なんだよね、マックスが撮った写真が。おしゃれ？お前、おしゃれだな、この時間軸。めちゃくちゃおしゃれじゃん。素敵な街ですね。こんなに大きなギャラリーもあるし。めちゃくちゃおしゃれになってるじゃん、マックス。豪華だ。イベントの良し悪しは食べ物で分かる。え、マックス。キャビアだけはお断りですけど。マックスどうした？今日は君の晴れ舞台だ。あ、出品者として堂々と好きに。てかあれか。業界の人にも俺が今話しかけて、先生ごめん。俺がなんかクロエと一緒に住んでんじゃんって言ったあのシーンがあれか。クロエに服選んでもらってんだ、多分。
エモいわ。やめてくれよ、めっちゃメール来てるし。メール見ようぜ。まあ、ちょっと次回見ようか。まだ私は大人の集まりに混じった小さな子供の気分です。この1週間でイベント、このムービーは終わろうか。なくなった。今や一写真家として、あれか、やっぱだからこれ黒に選んでもらってるから、このこんな感じの服なんだな。黒いテイスト、立派な大人だよ。黒いだもんね。だからこそセンスが、それ相応の行動が求められる。私などトップに立つことを目指して若い頃から進んで前に出たものだ。校長いい人だな。なんか周りには嫌われたがね。キャビアが嫌いなら私が食べてやるから。先生、君は来場者と話してきなさい。ほら、マックスめちゃくちゃ浮かない顔してんじゃん。また後で話せ。マックスめちゃくちゃ浮かない顔してる。情けないな。これまでいろいろあって少しは度胸ついたと思ったのに。ああ、圧巻されてる。圧巻なんだっけ。なんて言うんだっけ。あれ。まさか本当に成功するなんて。まあとりあえず終わるか、これぐらいで。めちゃくちゃ進んだな。黒の写真撮りたかったな。いやでもこの写真まだ違うよな。あ、でもうわ、黒いの写真撮れたのか、黒じゃない、ケイトの写真撮れたのかな、これ。抱きついた後、自由時間あったもんな、うわー。ケイトの笑顔見たかったな、写真で。で、多分この、左から二つ目の上のやつが、多分今の古典にいるシーンでしょ。こっからハッピーエンド見れんのかな。メール見ようかな、じゃあ。メール見ようか。メール見て終わろうかな。ちょっと長くなっちゃうけど、せっかくだしさ。まあ、大して量もないし、見ようか。ん？あ、これか。ボス君、マックス・ジェファソンの件やばいな。びっくりだね。怪しいと思った。思うわけないだろう。面白い先生だったけど。マックスはきっとあの先生好きなんだって思ってたよ。ごめんな。やめてよ。作品は好きだったけど、前はね。まあ気にするなよ。もう会うことないし。そうだね。今後会うためにアポ取らなきゃダメ。変なこと言わないでよ。もう、でもアポは必要。優勝おめでとうさん。ありがとう。なんか変な感じ。あ、ビクテリア変わんないんだ。ちょ、ママ、聞いてみようか、ママ。なんだこれ。ああ、ここ。どこだ？これか、ここマックシン大丈夫か、からか。10月9日からね、オッケーオッケー。今ニュースであなたがいつも話してた先生のことやってたわ。ブラックケルで何があったの？私は大丈夫だよ、ママ。メールすると長くなるから後で電話するね。約束する。こんな時に近くに手上げられないなんて、早く話してね。電話してね。うん、マックシン本当におめでとう。あなたのことを誇らしく思うわ、ありがとう。あなたとあなたの写真なら大丈夫だって思ってたわ。うん、だからブラックケルに通わせてくれたんだよね。うわぁ。ケイトマックス、姉さんとジェファソンが逮捕されたって聞いた？信じられない。正直すごくショックだよ。これから警察に行って事情聴取を受けるよ。もし私も行った方がよかったら教えてね。みんなケイトの味方だよ。ありがとう。怖いけど二人とも二度と誰かを傷つけられないようにしないとね。マックス、コンテストで優勝したって聞いたよ。おめでとう。マックスの写真、リアリティがあって大好きだよ。マックスがいろんな人に知られるって思うと希望が湧いてくるよ。ありがとう、ケイト。友達いてくれて本当に感謝してる。マックスは謙虚だね。もっと怒っていいんだよ。近いうちにお茶しながら詳しく聞かせて、ね、もちろん。全部いい話してんじゃん、みんな。全部いい話してる。マックス、マックス、マックス。マックスのための視野考えてるよ。ありがとう、デーナ。顔が真っ赤だよ。今一番熱い女だからね。デーナ。いつまでお前は姉貴なんだ。ん？マックス、ママの電話に出てないみたいだけど。分かってる、心配しないでって言っておいて。もう大人なんだから自分で言うように。そうします、早めにな。パパ。パパ、褒めて。優勝。ああ、見ようぜ、クロイトの。一番メールの数が多い。こっからかな。マックス、昨日は一緒にいてくれてありがとう。また悪夢な、まだ悪夢なんじゃないか。いつか目覚めるんじゃないかって思ってる。目が覚める。なんでレイチェルがあんな目に遭わなきゃいけないんだ。何もしないのに。そうだね、こうなっちゃったの。本当に残念だよ。どうすれば乗り越えられるだろうな。
生きていくの。レイチェルは黒の幸せを願ってるはずだよ。幸せになることが犯人への復讐になる。なら二人で世界でも乗っ取るか。うん、お互いを支え合えればそれでいいんだよ。聖者様かよ。マックス、マックス、ちょっと聞いてくれよ。昨日親父と話してたんだ。あ、警備員か。うん、ジャパスの件があってから人が変わったみたいでさ、すげえ優しいし、今までごめんって謝ってくれたんだ。うわぁ。そこも変わるんだな。まあ変わると思ったけどさ、まあ階級が上がると思うからね、手柄上げだから。めちゃくちゃ大きい手柄だからな。よかったね、クロエ。また家族になれたんだね。言っとくけど、ハグしてお泣きとかはなかったからな。でも、レイチェルを見つけて犯人を捕まえるのを助けてくれた。デイビーとってママのこともすごくすげえ考えてくれるし、多分私のことも考えてるんだな。暇だ。何もすることない。今何してんの？黒い宿題って知ってる？バカにすんなよ。ベイシティ大学の出願書ならもう書き終わってるから。偉いぞ。だろ。あ、聞いて、日中ヒロコンテスト優勝したよ。突然ごめんね。マジか、おめでとう。親友がスーパーさんと嬉しすぎる。ここから写真家人生のスタートってことだな。黒に真っ先に知らせられるのが嬉しいよ。こっちもだよ。マックス頑張ってきたもんな。顔持ち禁止。うわ。泣くって。おじさん泣くよ。それは。ごめん、ただメール読んだだけで終わっちゃうけど。今回はめちゃくちゃ長いと思うわ。じゃあ、これぐらいで一旦切ろうか。じゃあ、あ、出した。